からその例えばじゃあ本田さん僕ちょっと前から聞きたかったんですけど、随分、はいはい、チーム渡り歩いて、はい、5大陸でクラブで得点上げて、A マッチも数限りなく出て、はい、ワールドカップのあれですよね、3大会連続得点とかしてて、はいはい、でもなんか所属チームとかどんどんあの自分で判断して移ったりしてましたけど、はいはい、ああいう時ってどうやって判断してるんですか。もともとはその僕は成り上がりたいっていう気持ちがすごく強かったので、うん、サッカーの、まあ、いわゆる頂点であるヨーロッパの、まあ、ビッグクラブに、うん、行きたいということであったり、そこで活躍したい、でもともと子供の頃からの夢であったワールドカップで、まあ、優勝したいと、この辺が大枠の目標だったんですけど、まあ、移籍に関しては2つ多分軸があって、まあ、お金とキャリアじゃないですか、うん、まあ、そこはもうバランスですよね、うん、お金だけを取れば、すごいオファーもこれまでありましたし、中東とかですね、中国とかですね、でもそっちに流れる選手もいる中で、まあ、成り上がる分にはそっちに手を出しちゃいけない、でも当然ながらヨーロッパに残りながら少しでもお金をもらいたいっていうところで、まあ、いくつかあるオファーからまず選びますよね、うん、ただ大体ビッグクラブから来てお金が悪いなんてことはないので、うん、それはまあ大体両方ついてきますと、うん、それからは僕が AC ミラノの後メキシコ行ってってこうそこからいろいろ転々としたんですけど、そこからは本当お金じゃなくてあのもう面白さですね、あとはどれだけ自由が許されるかなるほど、はい、やりたいように自分のやりたい感じがあるので、うん、まあ、サッカー面含めて、もういかにこのわがままな自分を受け入れてくれるかという条件をあらかじめ約束できたところに行くようにしてます。富澤さん、今の話聞いてどうですか。いやいや面白いですね、うん、でもだから結局、まあ、サッカーがちょっと僕はあんま分からないですけど、能力開発っていうかね、自分の多分能力を開発していくところと、うん、まあ、好奇心と、うん、でも比較的なんですか、よく分かってあの手慣れてるところの方が評価してもらいやすかったりするんで、新しいところ行くとちょっと分かんないじゃないですか、評価が。だからその加減ってすごい難しいなと思いながら、でも戦略的ですよね今伺って、うん、Please follow it! Follow it!